次の問題としてその橋本新吉の言うように体験に準ずるものを作る機能がこれは弟のだ。 これそういう,ようなことを言うのは間違いだというものに見られるかどうかという問題ですね。えー、橋本新吉の博士の考えだと、純体女子というのはそんなことを言うは間違いだというふうな表現から、これどのほかによって純体言が作られているという分析なんですね。それが純体女子を体言家事と見る。 分析でありますしかしこの考え方は純体言という概念並びにその用語を使い始めた山田義雄博士の理解とは異なったものであります山田義雄博士の言うところによると純体言というものは妖芸の連体形自体が純体言であるということを言うわけですね妖芸の連体形がその要素を 体現の資格に立たしめるというふうな理解でありますこれを考えるにあたって潤体助詞の分布というものを考える必要があります特に問題なのがその潤体助詞が発達していないまた十分に発達していない方言ということですね。そのそれではどういうふうな状況になっているか 例えば「ここにあるのは」というものに対して「ここにあるは」というふうな方言があるかどうかということなんですけれども少ないながらもあるわけですね一つはこの出雲地方です島根県の出雲地方ですねそれからこの辺りにも参見されますこの縦の防線が引かれている領域ですねそれから伊豆諸島のあるもの まあ豊島のあたりだと思いますけれども、それから八丈方言において、置いては順対上詞というものが十分に発達していません。このような方言ではどういうふうな表現が行われているかというと、標準語で大きいのはうまいという表現をおっけなはうまいのなしでやっちゃうんですね。この焼いたのください、この焼いたごしゃっさい、ごさっさいというよのは使われていない。 それにもかかわらずこれらは名詞句用法ではあるものを支持する働きをしているそして就職用法では鮎というふうな、えー、種名詞を限定しているどのような鮎でもないんだお母さんが焼いた鮎なんだということを言っているつまりその潤滞上司なしで大変相当の表現が十分に成り立っているということなんですね。 ですから溶原連体形を潤体原として使用する上で潤体助詞は必要でないという可能性が見られるということです言い換えればその潤体助詞というのは体原価値でないという可能性が認められるということですね。同じようなことが潤体助詞が十分に発達していない八重方言からも見られますこれはその名宿用法においても 就職用法においても潤滞助詞ががない表現が成立しますただこの方言では潤滞助詞目が今使われだしていますですから「とんめて読もうは」えー「毎、まあ、朝読むのは」って表現では「の」を使いますけれども「えー、の」に対応する「目なし」の表現最初の表現ですねそれと3番目の「読もう目は」というふうに「目」を使うこともできますけれどもこれは後発の発達であります。 ですから最初の文のように順体女子なくってこのヨモというのはいわゆる連帯形ですがそれ自体で順体元が成立しているということが見て取れます。え順体女子が発達する前の中央方言,、えー、央方言それを見ると山田博士が言ったようにその順体源 ととといいううものは連系自体体自で作れるということですねその青「青い」というもの「青き」が連体形ですけれども「青き」を持って「青いものを持って」という意味ですが使われたり若く狂言なる人男男女というふうなものを指していますけれども使われたりそれから同じような狂言なるというのが就職用法としての用法も成立しております。 えー、橋本新吉博士自身が指摘されているようにこの陽原連体系に構設する潤体女子の,のっていうのは、まあ、中央方言では16世紀後半安土桃山時代に始まったわけですそれ以前の中央方言ではのっていうものは使われることがなかったということですねですから橋本新吉の例でいうとその今 えー、そんなことを言うのは間違いだというのは歴史的にはそんなことを言うは間違いだというものが使われたわけですねつまり連体形によって順体源が成立しているここでも当然そういうことが考えられうるということですその「言う」というものだけで順体源が成立しているということですね。ここの終止形ははしですねそれからこちらちなり えー、U は連帯収支が同系ですからまあ、えー、形式的には個別がつきませんですからその陽原連体系による純体言として機能は女子のにの出現によってもたらされたものではないということですねいわゆる連体系それ自体が純体言として機能しているということです、まあ、その純体助詞ののが現れた時点においてその体言が果たしていた 体現化という機能が「の」によって取って代わられたのだというふうな考えをする学者もいるかもしれませんけれどもその助手がその機能を引き継いだというのは考えがたいんですね。というのはその就職用法においてその「の」というのは出現してこないんです。ですからそんなことを言うの習慣は日本にないというふうな表現はできません。 ですから、ここでも、あくまでも、その。連体形のみで、順体言が成立していると。見るのが妥当だということであります。他の言語を見ても、同じようなことが言えますね。今言っているようなことの正当化ができます。つまり、体言家事というものは。もしある要素が体言家事であれば。それは名詞用法、修飾用法問わずに。 現れるんですですから中国語の、えー、いわゆるマンダリンプトンァーと呼ばれるものの「例です敵という漢字で表せる「ド」というものがありますがこれは私は先生がくれたのを読んだ時の名詞用法にも現れるし先生がくれた本という就職用法にも現れます。ですからある要素がノミナライザーであればそれは「 名用用法にも就職用法ににももも現れるものなんですねしかし日本語の「の」「順体助詞の」っていうのは名宿用法にのみ現れますそしてその機能といえばその名宿用法が指示機能を表しているということをマークするそういった標識でしかないということがこういうことからわかります。 最後にその潤帯女子の野というのは16世紀中央方言に発達したということが橋本博士の研究などからも明らかになっていますけれどもなぜそういうことが起こったのかということなんですね広く行われている従来の説は次のようなものですねつまり12世紀あたりから始まった終始連体系が 同じ形、同型になってしまったわけですね。連体形が終止形を駆逐して、終止形と連体形が同じようになってしまったという現象があります。そういうふうな効率が起こった場合には、重属的な純体育と独立分との区別が形式的につけられていない。その創出を補うものとして、純体女子が発達したというんですね。例えば。 近水百九十五年では同じような説明をしておりますその潤滞句は従属説であって主文でない独自文でないということを示すために潤滞女子が起こったのだというんですねつまり出雲方言のようにそのおかかが愛を焼いたという独立文とおかかが焼いたが一番だねというふうな従属的な 潤、えー、体育との区別がつけられていない言語ではまあ認知上のリスクがあるというふうに近水博士は言っているわけですまあ出雲方言にそういう認定的なリスクが、えー、あるのかどうかということはなかなか議論しにくいものであろうと思いますけれどもこのような見解を果たして妥当なものであろうかということですねこれについてもやはり方言とか外国を見れば一定の方向が 示せます、えー、連帯収支の区別がつけられている方言ですねまあ、出雲方言のように連帯収支の合一が起こっていても順体助詞が発達していないものがあるそれと同じようにその連帯収支の区別がつけられているにもかかわらず、えー、順体助詞が発達している内社しだしているというものがあるわけですね例えば先ほど触れたその 八条方言です。八条方言もかつては連帯と修士形が一緒の時があったようです。というのはその修士形に現在その行われている八条方言では修士形というものが修助詞をくっつけたよもはという形によって修士形が再構されています。元はですからよもであったと思われますがこういうふうな状況にあるにもかかわらず この方言では順滞助詞名が使われ出しているということですねですから終始連帯の区別が再考されているような状況でありながら順滞助詞名が使われ出しているという状況が見られますまた外国語には連帯終始の区別が明確につけられている言語があります例えば韓国語ですね終止形はこういうふうにテンスとそれからインディカティブ といったそのムードを表すような要素がつきます。それに対して就職系はそのいわゆる連帯エンディングと呼ばれるマーカーがつきます。これが我々の言う連帯系のノミナライザーとしての機能であります。で、それは就職用法にも使われるわけですが、このような区別は八世紀の文献から現代の現代韓国を通して見られる特徴であります。 このような区別があるにもかかわらず18世紀以降の韓国語ではののコットとといいうものが必須となっています。ですから現代語では「チュンコット」というふうにこの「コット」が必要となっているわけです、ね、日本語の「クレタの」を読んでいるのに対応するものがあるということですね。8世紀から15世紀の文献では「コット」のない形が明粛用法でも使われているというふうな研究も 進められています、えー、このように、まあ、潤体女子の発達というものは終始連帯との合意とは無関係である可能性が高いと思われます。の、えー、の発達の理解ですねどうしてそういうものが起こってきたかということを理解するにはその潤体女子と属角女子の関係さらには属角女子そのものの用法と機能について 考察する必要があります、えー。この問題は言語の分析その2で取り上げようと思っております。では以上のお話のまあ要約とそれからその、えー、言語の分析その2のまあ展望ですけれども、まあ方言や外国語との比較。 そしてその歴史的考察によって従来行われているこのような分類にはいずれも問題があるということが判明しました特にその太郎のお店でののは純体助手でないという結論が得られましたそれから純体助手は体現化でないということも判明したと思います連体系そのものが純体現でとして機能しています 潤体女子と呼ばれるものは潤体言の名宿用法の標識に他ならないということですねそれから潤体女子の発生を16世紀における発生は終始連帯の語意とは無関係であるという可能性が高いということが判明しました我々の今日提示した分類は次のようなものです太郎の手と太郎のお見せてというの時ののは属格女子である それは標準語ではその元来もう一つ別の「の」というのが太郎「の」にくっついたものがあったわけですけどもそれが歴史的に創出されたというふうなパターンを見せているそしてその今はギャップとなっている要素ですねそれが潤体助詞として従来は機能したのであるそれからその潤体助詞と呼ばれるものは潤体源の名粛用法であるということですね。 講義その2では俗角女子の再分析を行って俗核女子から潤体女子への歴史的な展開それから俗角女子の体現化機能いわゆる俗角女子というのは体現から潤体現を派生する体現価値であるというこういう新しい分析を提示したいと思います。それから続角助詞並びにに体助詞が密接に絡む体現化現象の 本質について論じたいと思います、えー、今日参照しました文献は以下の通りであります、えー、では言語の分析その1を終わらせていただきますありがとうございました